W201 メルセデスベンツ W201 はダイムラーベンツが製造、販売していた乗用車である。190、190クラス、190シリーズ等の名称で販売、展開され、また燃料噴射装置付きのガソリンモデルが販売の主体だった日本では 190E の名前でも広く通用する。1982年に メルセデスベンツ初の D セグメントとして発表され、後継の C クラスが登場する1993年まで12年に、わたって生産された。W201 が登場する以前のメルセデスベンツでは、E セグメントの W123 が、コンパクトクラスと呼称されていたが、より小さな W201 の登場に伴い、W123 は、ミディアムクラスと改められた。 車体の大きさは日本のゴナンバーサイズに収まるが上位モデル同様に出実合健な設計がなされており安全性能も見劣りしない。また新設計の足回りに加えコスアースヘッドのエンジンを積んだモデルの投入やドイツツーリングカー選手権参戦のためのホモロゲーションモデルの市販により従来のメルセデスベンツにはないスポーティーな印象も与えた。 W201 には190というモデル名が付与されたが、これは W201 の登場以前に最小モデルであった W123-200 が存在していたためである。また燃料噴射装置付きのガソリン仕様には末尾に E が、ディーゼル仕様には末尾に D が付加され、それぞれ 190E、190D とされた。これらはいずれも、 排気量は約 2000cc であり、中古車情報等で散見される約 1900cc との表記は誤解に基づく。後に排気量が異なるエンジンも搭載されるようになったが、これらは 190E2.3、190D2.5 のように実排気量をリットル単位で末尾に平気する方式で区別された。ただし 2300cc のモデルでは、 通常の8バルブエンジンのモデルと高性能な16バルブのエンジンを搭載したモデルが混在し、後者には末尾にマイナス16が併記されたため、車種名は 190E2.3 から16のようにかなり長くなった。なお戦後のメルセデスベンツは原則として搭載するエンジンの実排気量の上3桁をもって、車種名としてきたが、 W201 は最上級車である600以来の固有の数字を名称とした車種となった。ただし、オーストラリアでは 1800cc 仕様の 190E1.8 を一時期 180E として発売しており、この仕様に限り実廃棄量との相関関係が存在する。デザインはブルーのサッコが手掛けており、1979年に 登場した W126 の印象を引き継ぐ、四角いヘッドライトや横長で凹凸が付けられた、テールライトを持つ。しかし、W201 は W126 以上に、樹脂部品を多用しており、W123 や W126 に比べると、当時の流行を反映してメッキパーツの割合は、極めて減少した。これらは質実合計な印象を与えることになり、 また軽量化や良好な空力特性の獲得に寄与し、CD 値は0.33と当時の4ドアセダンとしては優秀である。1986年に追加された2.3から16、ボルトではリアスポイラーを含む専用のエアロパーツがおごられたほか、W126 のように車体側面の下半分にサッコプレートと通称される樹脂のプロテクターが装備され他の仕様と、 差別化され、CD 値は0.32に改善した。この内側面の樹脂プロテクターは1988年の小変工事に全車種に拡大され、世界中の多くのメーカーでも放された。また一リアスポイラーも、その他の仕様でもオプション設定されている。その他、ターボエンジンを搭載していた1 9 0 d 2 5点を、ターボのみ、右前のフェンダー全部に、 旧機のためのスリットが開けられており、他の仕様と見分けることができた。車体形状は4ドアセダンのみであり、同時期の W123 のような2ドアクーペや、ステーションワゴンは最後まで設定されなかった。メルセデス最小の車種として登場した W201 だが、中央に速度計を置き、右に回転計と時計を、左に燃料計、燃費計、水温計、 油量計を配置した三連のケーキの配置やギザギザが付けられたシフトゲートなどその操作性や配置は上級車種と同様である。ただし左右非対称のメーターなセルがなだらかに傾斜してセンタークラスタまで伸びたデザインは当時はもちろん近年までメルセデスでは他に類を見ないものであった。空調の操作系は W123 で多く見られた三連ダイヤル式の マニュアルエアコンのほか、海外では W126 で多く見られたボタン式のオートエアコンを選択することもでき、いずれも中央の送風口のもとに設置されていた。その下部にはカーステレオのヘッドイニットが配置された。また16バルブのエンジンを搭載したモデルではさらに、その下に電圧計、デジタルストップウォッチ、油温計が3連で配置され、 スポーティーな印象を強めていた。エンジンはフロントに縦置きされ、後輪を駆動するオーソドックスなもの。当初はガソリンエンジンもディーゼルエンジンも直列4気筒のみであったが、その後、M102 にはコスワース製のヘッドを搭載した16バルブモデルが追加されたほか、ディーゼルでは直列5気筒エンジンが、ガソリンでは直列6気筒エンジンが追加投入されている。 変速機は4速 AT か5速 MT と組み合わされ、特に16バルブモデルの MT はゲトラグ製だった。足回りはメルセデス発となる前、マクファーソンストラット5マルチリンク式サスペンションであり、これらは W124 など多くの車種に引き継がれている。マクファーソンストラットはスプリングとダンパーが別体でダブルウィッシュボーンの上側アームを省略した形式であった。 16バルブの DOHC エンジンのモデルでは、後輪に油圧式のレベライザーが搭載され、車高を一定に保つ機構となっていた。また動作中伸縮することで、払拭面積を拡大するパノラミックワイパーが中央に一本装備されたが豪雨時にも、払拭速度が遅く、また伸びるときに、隣の車線や歩道まで水を飛ばす欠点があった。 日本への正規輸入は1985年である。バブル期と相まって大量に輸入販売され、街に氾濫したことや、廃棄量によっては、メルセデス初の5ナンバーであることも、相まって、BMW3 シリーズの、六本木カローラ同様、ショーベンツ、赤坂サニーなどと皮肉を持って呼ばれた。それでも当時の日本では5ナンバーと3ナンバーとの、 税金の差は相当なものがありベンツの普及にかなり貢献した車種でもあった。導入されたのはガソリンのインジェクション仕様の触媒付きとディーゼル仕様で、本国等で設定があったキャブレター仕様や触媒なしの仕様は導入されていない。変速機は4速 AT を基本としていたが 190E や 190E2.3 から16などでは5速、MT も導入された。日本に 正規輸入される MT 仕様のメルセデスベンツはこの 190E で一度途絶え2013年に輸入開始された SLK200 ブルーエフィシェン CMT まで21年にわたって日本仕様のメルセデスベンツは全社がエティとされたホモロゲーションモデルに関しては1989年にエボリューションが1990年にエボリューション2が日本にも導入されたが 前者の正規輸入は3台に止まり、後者はそれよりも多い台数が導入されている。190E、イボイ DTM 使用エボリューションは、ツーリングカーレース出走のベースマシーンとして、1989年に 190E2.5 から16エボリューションアイと1990年、途中から登場した 190E2.5 から16エボリューション2の2モデルがあり、 どちらもグループ A のホモロゲーションを取得するため、それぞれ500台が生産された。コスワースによるエンジンは、直列4気筒 DOHC、内径ファイ97.3工程 82.8mm の 2463cc。エボリューション I は 231PS、7200rpm、23.5kgm、5000rpm。 エボリューション2は 235PS、7200rpm、25.0kgm、5000から 6000rpm。DTM に出場した車両では、最終的に 375PS 以上を発した。日本には 190E2.5 から16、エボリューションが3台、190E2.5 から16、エボリューション2はより多い台数が、正規に、 国内へ輸入された。日本の公認チューナーであるトミーカイラが1987年に最初に送り出したコンプリートモデルが W201 をベースにした M19 であった。ノーマル 1997cc 仕様の 190E の機関系に手を加え、153PS と 19.2Kgm のトルクを達成している。また外装にも手が加えられ、専用のエアロパーツと、 ストライプがおごられている。販売されたのは、ほとんどが AT 仕様であり、MT 仕様は希少である。ありがとうございます。